エストニア労働コムードを込む名は、ロシア革命後のロシア内戦からエストニア独立、戦争の間に、エストニア共和国内のボリシェビキ占領地で主張された、政府である。世界の各国から承認されることはなかった。その実態は、真の目的である、ロシア社会主義連邦ソビエト共和国の攻撃の意図を一時的に、ぼやかすことで、 ソビエトロシアは仮面をかぶってエストニア独立戦争に介入したのである。このコムナはナルバに1918年11月29日に設立された。その翌日にこの地は赤軍に占領され、このコムナの存続している間はヤーン・アンベルトが議長を務めた。ロシアの構成は序盤においては成功し、 スタリンから 34km の地まで到達した。しかしながら、ヨハン・ライドネル総司令官のもと、イギリスをはじめ国際的な軍事支援を得て、エストニア軍の反撃が1919 19年1月7日に始まった。赤軍は、最終的に、エストニア国外に追いやられ、エストニアロードをコムーナは消滅した。エストニアからの追放の後、エストニアロードをコムーナは最初は、 プスコフで、次にルガで、1919年5月17日からは、スタラやルーサで、亡命政権を主張した。ロシア社会主義連邦ソビエト共和国は、1918年12月7日に、エストニアロードコムーナを正式に承認し、この国を承認した、唯一の政府となった。しかしながらこの時、ソビエトロシア自体が、国際的承認を得ていなかった。 国際的条約で最初に、ロシア共産党政権が合法的に承認されたのは、1920年のタルトゥ条約であり、エストニアの独立戦争も条約に含まれていた。この体制は、ラクバレとタルトゥで虐殺を行った。被害者には、プラトン司教、聖職者、セルゲイ・フローリンスキー、トラウゴット・ハーン牧師などが知られている。メンバーの多くは、 後の大粛清の際に、ソ連当局に処刑された。ありがとうございます。